猫ちゃんの寝方をよく観察すると、たまに面白い発見があります。人間と似ているようで、猫ちゃんはちょっと違うかも。さて、だんだんと眠くなってきた猫たちです。雨がしとしとと降る日は特に。加えてご飯を食べた後はより一層眠気が増します。さて、猫ちゃんの面白い休み方。椅子の背あたりに顔を向けて、まるで使用層のごとく一心不乱に静かに座っています。猫の普通ってこんな感じ。手を伸ばしてバターンと倒れる。これが典型で良い見本です。さて、最後に紹介するのはレア中のレア。こんな休み方もあるのですね。